は本日先発友田投手に伺います。今度11勝目を手にしました。ナイスピッチングでした。大事な最後の1週間、まずその先陣を切るマウンドでした。どのような思いがありましたか？最近不甲斐ない1週間でしたので、もう絶対に勝とうと思ってマウンドに上がりました。その後は積極的に振ってくる中日打線に対してどんなことを心がけていたんでしょうか？ストライク先行で一個もったいないフォアボールを出してしまったんですけど、それ以外はストライク先行でいけたので、それが良かったかなと思います。5回得点圏にランナーを背負った場面でも二遊間の素晴らしいダブルプレーがありました。また今日復帰したレフトの西川選手のホームプレーもありました。バックの守備点ではどのように見つけましたか？もう、ずっと信頼しているので、バックを信じて、自分の球を投げようと思って投げてました。そして友田さん、今日はピッチングだけではなくてバッティングでも森下にバッティングいいと思ってるんで。そして8回途中までマウンドに立ち、その後は隣にいる頼もしいリリーフ陣がゼロで繋いでいきました。この後輩のリリーバーたち、その活躍、ここから先輩はどのように見ていますか？実力を考えればこういうことになるんだろうとは思ってました。隣で無表情ですけど、徳原さん、お二人のその表情を見ていかがですか？面白い顔します。さあ、チームにとって大事な残り4試合、マスタースタジアムでの4試合という中で初戦、白星を手にしました。ご自身にとっても大きな勝利だったかと思います。今、改めて勝利の手応えをお願いいたします。最高です。ご自身のお話通りしっかりと一人で切ってベンチに戻ることができましたね。今日のピッチング振り返っていかがでしょう？そうですね、ちょっとスリーボールになった時は焦ったんですが、前に飛ばしてくれてよかったです。今日のホールドを表しまして、ホールドポイントという数字は41まで伸びてきました。そうですね、もう本当に自分だけの力では取れない、ここまで来れなかったと思うので、今日の徳田さんにしても、ワンアウト、残りワンアウトで行かせてもらったチームにも本当感謝の気持ちでいっぱいです。そしてシーズン残り3試合でありますけれども、最後まで腕を振っていく覚悟かと思います。この残りレギュラーシーズン3試合に向けての意気込みもお願いいたします。そうですね、なんとか CS を広島でやりたいので、2点のリードを保って迎えた9回のマウンドでした。どのような気持ちで今日はマウンドに上がった
前回の中日戦線は僕のホームランで負けてるんで、そのホームランを打たれたビジネの選手を下地がアウトに取ってくれたんで、ちょっと楽にマウンド上がりました。そうですね、田村さんも島内君もすごくいいピッチングしてくれたので、その流れに、マウンドに上がりました。打者3人、内野のフライアウト3つという結果になりましたけれども、今日の登板に関してはどのようなボールに手応えを感じていましたか？内野フライアウト3つだったので運がよく抑えましたけど、でも超えなかったところが良かったかなと思います。投手にも伺いたいんですけれども、今日に関しては友田投手、そして島内投手、その他にもたくさんのピッチャーがいますが、9回までバトンをつないでくる前を投げているピッチャーの活躍というのは、栗林さんにとってはどのように映っていますか？今日に関しては、友田さんがいいピッチングしてましたし、バッティングでもすごい活躍してたんですけど、僕自身はアウトになって9回まで行ってくれと思ってました。いかがだったでしょうか？いや、島内たちに任した方が確実に勝てたと思いました。お互いの信頼関係というところも垣間見えるところではありますが、栗林さん、最後にこのお立ち台を締めくくっていただきたいと思います。残り3試合、週末マ